皆さんこんばんは。460フォトラボラトリー所長の志郎です。今回の動画は週刊カメラニュースとなります。今週も気になった新製品情報やトピックスについて好き勝手に喋っていきます。それでは新製品情報から喋っていきましょう。キャノンルマーズの方に今後発売されるかもしれないレンズが掲載されていました。近日中に発表されるかもしれないレンズっていうのはこの4本となっています。どれもね、特許情報は公開されているので可能性としてはあると思います。ただキャノンの場合はね、特許取るだけで製品を出さないという可能性もあるんですが、レンズに関してはね、結構出ることが多いので、この辺がね CP プラスも近いということで出る可能性があると思います。この中ですと RF10-24mm F4L USM なんかが出そうな雰囲気なんですけど、その他にもね EF マウントで定評のあったテレコン付きの200-400の F4 とか、あと 500mm の F4 ですね。この辺なんかも可能性としては高いですし、ユーザーからもね要望の高い3ニッパなんかもね開発が進んでいるようなので、もしかすると開発発表だけでもあるかもしれません。まあキャノンに関して言うとロードマップをね公開しないということもあって、この辺のねレンズの優先順位というのが全く分かんないんですよね。あとは RFS レンズなんかもね、そろそろ新製品を出していかなきゃいけないところなんですが、この辺のね情報が出てこないっていうのがちょっと気になりますね。新製品情報、続いてはソニーです。ソニーの方から EF2070mmF4G が正式発表されました。レンズの仕様はこのような感じとなっていて、 G レンズということもあって特殊低分散ガラスがたくさん使われています。 F 値は F4 投資で手ブレ補正は非搭載、軽量なレンズに仕上がっています。フィルター径は 72mm と F4 投資ということもあって結構大きなフィルターサイズとなっています。発売日の方なんですけど、2023年2月の11日で市場推定価格の方は185,000円税込みとなっています。レンズ構成図と MTF 曲線はこのような感じとなっています。MTF 曲線の方はちょっとね見にくいですけど、これってどうなんですかね。あんまりねこのクラスのズームレンズの MTF 曲線ってあまり気にしていないんですが、周辺部分のねボケとかそういうのはねいいんでしょうかね。 G レンズで特殊低分散ガラスもふんだんに使ってあるんでね、いけるのかなと思います。ただ開放 F 値が F4 ということもあって、成形写真とかにはねちょっと使いにくいかもしれません。このレンズなんですけど、20mm スタートの F4 投資ということもあって結構ね動画撮影向けの作りにもなっています。例えばしぶりリングなんかはクリックありとクリックなしに選択できたりとか、 A モードを搭載していて、しぶりの方は本体からも調節ができるようになってたりします。モーターの方もリニアモーターとなっているので、動画用としての用途の方が向いているのかもしれません。新製品情報、続いてはニコンです。ニコンルマーズにニコンが2023年に発表すると予想される Z レンズのリストとシルエットが掲載されています。まだ正式発表されていない8本のレンズと、それに対応する最新のレンズのシルエットはこのような感じとなっています。26mm のパンケーキレンズと 85mmF1.2 に関してはもうすでに開発発表がされているので、今年出るのは確実だと思われます。その他のレンズとしては 200-600mm ですよね。このレンズが S ラインではなくてスタンダードモデルとして出るというところが注目だと思います。あと 70-180 の F2.8 も S ラインではなく通常モデルなので、この辺なんかね結構需要が多いレンズじゃないかなと思います。あと広角の方なんかだと 12-28mm に関しては PZ と書いてあるので、パワーズームってことなんですかね。ニコンの方もようやく動画の方にも力を入れていくということなのでしょうか。それにしてもね、やっぱりそれにしても1年で8本のレンズを発表するって、なかなかねニコンも気合が入ってますよね。それだけ Z9 が売れてて社内でもかなり勢いがついているっていうことなのかもしれません。新製品情報、最後はシグマです。ソニーアルファルモアーズにシグマの新しい標準単焦点レンズ 50mmF1.4DGDNR との一部のリーク画像と発売時期に関する情報が掲載されています。 50mmF1.4 の仕様としてはこのような感じとなっています。レンズ構成の方は11×14mm で、最短焦点距離が 45cm、 絞りバネ枚数の方は11枚円形絞りとなっていて、なかなかね絞り枚数が多いので綺麗な玉ぼけが出ると思います。そしてフィルター径の方は F1.4 ということで 72mm になってますね。
あとマウントの方なんですけど、ソニー E マウントとライカ L マウントが出るみたいです。質量の方は F1.4 ということもあって 670g とそこそこね重くなってますね。その他にはシグマらしくブートとキャップの方はちゃんとつくみたいですね。このレンズは現行の DG-HM アートに比べるとフィルター径がワンサイズ小さくなっているので、結構ね軽量化に意識しているんだと思います。もともとね定評のあったアートシリーズのミラーレス版ということもあるんで、結構ね解像力も高くて星なんかにもね使えるレンズになるのではないかなと思います。あとはね特殊低分散ガラスがどのぐらい使われていて、価格の方がどのぐらいで落ち着くのかっていうところが注目ポイントだと思います。新製品情報については今週気になったトピックスです。パナソニックが予想を大幅に上回る予約のためにルミックス S5-2、ルミックス S5-2X、ルミックス S1428F4 5.6 マクロンに納期の遅れが発生する可能性があることをアナウンスしています。 S5 に関してはねフルサイズミラーレスにもかかわらずボディ単体で約25万、ダブルレンズキットだと約30万と割安感もある上、キャッシュバックキャンペーンを組み合わせるとねかなりお買い得感が出るので、結構ねフルサイズを意識していたユーザーなんかが予約しているのかもしれません。実際内訳の方は分かんないんですけど、ルミックスユーザーが買い替えているのか他メーカーからねマウント買いしているとは思えないんで、意外とね新規ユーザーなんかも予約をしているのかもしれません。 GH6 の時のこともあったんで、今回はねかなり数の方は用意していたみたいなんですけど、メーカーの予想を上回る相当な数が予約されていたんだと思います。そういう意味ではね話題性にもなってますし、結構ねみんなが注目しているカメラなんだろうなと思います。これをきっかけに S1 シリーズの開発に弾みがつくとねいいんですけどね。自分としては G100M2 を待ってる身なので、マイクロフォーサーズの開発はどうなっているのかっていうところがね気になりますね。はい、いかがだったでしょうか。ルミックス S5M2 に関してはやっぱりね供給不足の方が出てしまいましたね。これでね予約した人たち全員ねキャッシュバックキャンペーンに間に合うのかっていうところがちょっと気になりますね。あとは今年に限って言うと CP プラスがもうすぐっていうことなんですが、ボディの発表よりはレンズの発表の方が多いのかなっていう感じが今のところ傾向としてあるような気がします。まあ個人的にはね何か面白いボディが出たらいいなと思うんですが、もう去年ね散々出てしまっているので、なかなかねボディの方は出ないのかもしれないですね。まあね CP プラスまであと1ヶ月ちょっとっていうところなので、これからねどんどん各メーカーが新製品の発表していくと思うんで、その辺はね非常に注目していきたいと思います。というわけで今週の週刊カメラニュースはここまでにしたいと思います。今週の週刊カメラニュースが面白かった、役に立ったと思われた方は高評価、来週のカメラニュースも気になるという方はチャンネル登録の方もよろしくお願いします。それでは来週もこの時間にお会いしましょう。お相手は460フォトラボラトリー所長のシロでした。ごきげんよう。